こんにちは、海外ドラマが大好きなシエルです。今回は2020年に面白かった海外ドラマの作品と2021年に注目している作品を紹介したいと思います。2020年はおうち時間も結構あったので、こちら海外ドラマの専用部屋なんですけど、ソファーが初めて傷だらけになりました。それぐらいね、海外ドラマ部屋にこもっていた時間長かったんだなと思ったんですけれども、そんな私の大好きな海外ドラマについて今日はたっぷりと語っていきたいと思います。2020年に見た作品の中で、全部ではないんですけども、印象的に残った作品を読み上げていきます。ビッグバンセオリー、ダーク、モダンファミリー、ザ・ボーイズ、ママと恋に落ちるまで、シッツクリーク、アンブレラ・アカデミー、ウォーキング・デッド、ハンドメイズ・テイル、ハリウッド、フェルシー・リッチ、ブル、ビリオンズ、サバイバー、ザ・ビジネス、ウェントワース女子刑務所、バンシー、コブラ会、ペーパーハウス、ビカミングアゴッド、レッドゥーミーさようならの裏に、このあたりは記憶に残る作品ばっかりかな。2020年海外ドラマランキングベスト3を発表したいと思います。第3位ダーク、第2位ザ・ボーイズ、第1位コブラ会です。はい、そんな感じのベスト3でした。ベスト5まで上げるとするならば、ウェントワース女子刑務所とペーパーハウスあたり、この2つがかなりハマったかなと思います。ただね、他の作品も結構面白いのがたくさんあったので、そんな感じ。ダークは、ね、シーズン3ファイナルシーズンまで配信されていて、もう完結している作品になります。ドイツ初の、ドラマで、ツイッターで情報発信しているディズさんっていう方が、ダークは一気見した方がいいよっていうことを言っていたので、シーズン3までを5日間で一気見しました。タイムトラベルドラマで、誰が誰だか分かんなくなっちゃうパターンのやつなので、一気見して本当正解だったなと思って、リズさんありがとうございます。2017年から放送されているドイツのテレビドラマシリーズです。ドイツの街で起こった子供の失踪事件をきっかけに、4つの家族の秘密が暴かれるミステリードラマ、タイムトラベルシリーズということで、登場人物と、あとその時系列っていうのかな、それがね、かなり複雑にこう絡んでくるので、これはやっぱ一気見する作品だなと思いました。そしてめっちゃ雨降ります。調べるとダークは結構難しいって言われてますね。難しい海外ドラマといえばゲームオブスローンズ、ゲームオブスローンズも結構複雑だと思うんですけれども、ダークというぐらいのタイトルなので、ズシンとくる作品かなと思います。顔と名前が把握しきれないっていう意見が結構あるね。ネタバレしたくないので見てくださいの一言ですね。タイムトラベルドラマといえば、12モンキーズが好きな人、あとはあれが好きな人が好きってさ、海外ドラマのフリンジ、私のマネージャーも毎日1話ずつ見てめちゃくちゃハマったと言っていました。人生についていろいろ考えさせられるドラマですね。ザ・ボーイズ、一見ね、特殊能力を駆使してね、こうかっこよく戦うスーパーヒーロー、でも実はそのスーパーヒーローたちがクズ集団だったというね、ぶっ飛んだ設定のドラマですけれども、金儲けのためにね、特殊能力を使ったりとか、助けてって言っても普通に無視したりするクズ野郎みたいな感じなんですけど、そんな、スーパーヒーローの裏側をしてしまった一般人たちが倒しに行くという、2020年にシーズン2が配信されたんですけれども、最初の方はスーパーヒーローのくせに本当にクズだなっていう感じなんですけども、どんどんそのヒーローたちの弱みがね、見えてくるんですよね。そうだから結構同情もしちゃうんだよ、そういう風になってしまった理由みたいな、金儲けしたりとか、今でいう人気者でいたいからこそ、かっこいいところ見せたいからこそ、事故とか事件をこう偽装してね、あたかも自分がいい人ですってね、こう身を張りたくなっちゃったりとかね、現代社会におけるこう人間模様をね、ザ・ボーイズが見せてくれてるというか、そのあたりがすごい面白かったんですけれども、そのダークさをその映像美で結構ポップに見せちゃってるんだよね。そういう血しぶき系とか、このあたりは海外ドラマでいうとスパルタカスを思い出す、アクションの格闘シーンとかをゾッともするんだけど、なんか美しいなみたいな、映像の見せ方がすごいなって感じで思うところもあるんですけども、ただね、このザ・ボーイズ2020年にちょっと問題ありました。ある部分がですね、あまり
にも過激すぎて日本では配信できないということで、なんと削除されてしまうというそんな事件も起きました。どんだけ過激なんだって感じなんですけれども、 Amazon プライムのドラマの中ではかなりの視聴率を叩き出して、歴代1位だったかな、シーズン1の時がすごい注目をされて、で今ねシーズン2もあって、シーズン3も制作が決まっているということで、今年配信されれば嬉しいなと思うんですけれども、シーズン3も楽しみです。闇を抱えたねスーパーヒーローたちの物語、過激な描写が大丈夫な方ぜひご覧ください。そして第1位、コブラ界映画ベストキットの続編として始まったのがこちらコブラ界。もともと YouTube の、有料 YouTube プライムかなで配信されていて、現在は Netflix で配信されている作品です。なんとなく面白いよとは聞いてたんですけれども、もともとそのベストキット映画が空手のね作品なんですよ。なんか空手とかそういう格闘技そこまで私は好きじゃないなって思っちゃってて、こう見る前からなんか違うかもみたいな、食わず嫌いじゃないですけど、2020年年末から見始めたんですけど、まあ、これが久しぶりに海外ドラマ魂が騒ぐほどハマりまして、ゲームオブスローンズ以来かもしれない。1日目でシーズン1全部見て、シーズン2も2日目に見て、2日で見終わりました。今年2021年の1月からシーズン3が配信されて、これを今見ています。ダークに関しては一気見した方が分かりやすいっていう話だったじゃないですか。まあもちろん続きが気になってっていうのもあるんだけど、このコブラ界に関してはマジでやめ時がわからない、まあ24みたいな感じ。どうしても見続けてしまう理由の一つが、1話が約30分ぐらいのドラマなんですよ。1話見てラストにうわー続き気になる、じゃあ最初15分ぐらい見て一旦ここでやめとこうかなって思うんだけど、いやあと残り15分じゃんみたいな、たった15分じゃあ見ちゃおう、でまた続き気になって新しいエピソード見てやめとこうかな、あれ残り15分じゃ見ちゃおうっていうので、永遠と見てしまうという中毒性のある作品になってると思います。シーズン1、2、3それぞれが全10話ずつです。長さがちょうどいい。日本一海外ドラマが詳しい海外ドラマ評論家の池田さんと、まあ、2020年のおすすめドラマでも紹介してて、まあ、それをきっかけに見たっていうのもあるんだけど、池田さんも言ってたんだけど、やっぱり映画ベストキットを見た方が面白いです。映画ベストキットも3作品ぐらいのかな。で私はね1だけ見ました。最初の、ベストキットの映画を見てからドラマ見たんですけど、いやこれは絶対映画を先に見た方がいいです。映画からの30年後が描かれています。映画に出ていた、キャストさんがそのまま出ているので、キャストが同じっていうのも結構ワクワクするし、回想シーンみたいな感じで映画のシーンが結構出てきます。映画見てすぐドラマ見たんだけど、なんかすごい懐かしい気持ちになっちゃって、そうそう、あ映画のあのシーンねみたいな、あの時ああだったのね、で今こうなってんのねみたいな感じで、ちょっと私の想像なんですけど、映画をね一作品しか私見てないんですけど、おそらく映画を3作品ぐらい見るとよりもしかすると、ドラマの方が面白くなるかもしれないんですけど、逆に私は1しか見てないので、その過去のその回想シーン見た時にえっこういう展開になってたんだっていうのがあったんですよ。で逆にだから映画を見てなくて面白いなって思う部分もあったので、ドラマ見るなら1は見るとより面白いです。映画ベストキットだと高校生ぐらいだった子たちが大人になってて、それまでの30年でどう変わったのかみたいな、その人生の選択によって将来が変わってくるというか、そう、それも考えさせられるし、あと私は個人的に恋愛青春ドラマであんまりキュンキュンしないタイプなんですけど、このコブラ界に関してはめちゃくちゃキュンキュンしてる。このキュンキュンは海外ドラマで言うとバーンノーティス、バーンノーティス、スパイの逆襲って言って、スパイは恋愛をすると、まあ、家族が狙われたりとかするからネックだからあんまり恋愛をしちゃいけないみたいな感じ、ダメダメって言われてるから、ちょっと恋愛のシーンでキュンってしちゃっている自分がいたんですけど、このコブラ界久しぶりにキュンとした。本当に恋愛青春も詰まってるし、なんか人生の大切なこととか、あとはまあ海外ドラマならではのアクションとか映画の名シーンとかも出てくるからすっごいおすすめ。1話30分ってすごいベストの長さかもしれないね。コブラ界はでも逆に一気見するともったいないぐらい面白いです。1日の楽しみにとっときたいんだけど、私は次々と見てしまっています。はい、それぐらい面白いのでぜひコブラ界
ご覧ください。コブラ界に関しては今年の1月に入ってシーズン3が始まったんですけど、シーズン4も決定しています。こちらはどこまで続くのかすごい楽しみです。2020年よく聞かれたことが、ゲームオブスローンズに次ぐ作品を教えてくださいって聞かれることが結構あるんだけど、なかなか答えられない。ゲームオブスローンズのあの大作を超える作品はないんじゃないかなとか思っちゃうんだけど、ダーク、ザ・ボーイズ、コブラ界、このあたりはすごいおすすめなので、ぜひゲームオブスローンズ見てね。次見るのないなと思ってる方にもおすすめしたいし、あとは海外ドラマ初心者の方でもこの3作品は楽しめると思います。ダークだけちょっと難しいかもしれないけど、でもおすすめです。こちらは海外ドラマではないんですけども、2020年にすごいグッときた作品が一つあるので紹介させてください。 Netflix で配信されているドキュメンタリーのチアの女王です。2020年の中ではかなり注目した作品でした。チアリーダーがすごい有名な学校があって、まあ入学して それから大会に出るまでのドキュメンタリーなんですけれども、海外ドラマで描かれるチアリーダーってコスチュームが可愛くて入ってるみたいな感じの描き方がね、海外ドラマでは多いと思うんですけれども、これはマジでガチのもうバック転バック宙を何十回もバン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 ってやったりとか、本当にパーンって飛ばされて落ちちゃって怪我しちゃってとか、本当直前までずっとこう大会に出れるメンバーを絞っていくんですよ。でこの子は、演技は上手いけどここが弱いとか、いろいろその先生がね指導室の、先生もまたさ厳しいんだけどさ愛がある人で、すごいなんか泣けてきちゃうんだけど、見てると直前に怪我しちゃってとか、あとは急に代わりをさせられたら誰かの代役で全部覚え直さなきゃいけなかったりとか、アスリートの厳しさとかがすごい詰まってて、一人すごい好きなチアリーダーの女の子がいるんだけど、レキシーちゃんっていうんだけど、その子は結構不良っぽいの、パッと見というか、やってることというか普段が。だけどすごいチアの才能があって、そういうアクロバットがめちゃくちゃ得意というか上手くて、その子のなんか生き様みたいのもすごいうるっときちゃったりとかしてて、もう思わずさ SNS で DM 送っちゃったよね、その子に。そうめちゃくちゃファンになっちゃって、そしたらね DM 返してくれたりとかして、そうな、スポーツあるあるかもしれないんだけど、チアリーダーって18歳ぐらいの大会が一番の花で、その後ってもうないんだって。まあ、チアの先生になるとかはあるんだけど、大会が終了したらもう終わり。アメリカとかだったら、本当にちっちゃい頃、幼稚園のぐらいから訓練して、チアの有名な学校に入って、大会出て優勝する。ここに向かっていくんだよね、みんなが。だけどさ、18歳でその大会に出たり、出れなかったりしたら、もうそこで終わり、終了しちゃうわけよ。この大会終わったらもう人生どうしようかな、みたいな感じになっちゃってるんだけど、結果、Netflix のドキュメンタリーなんだけど、そっから、スーパースターになったんだよね。反響があったりとかして。だから多分彼女の人生って本当にガラッと変わったと思うんだよ。2020年に見た作品で一番感動したのはこのチアの女王だと思う。あの大会のシーンとか何十回も見た。人間関係でもそうだと思うんだけど、なんか技術が上手くても、その人間としての人が良くないと、チームワークというかそういうのは築けないから、そこでやっぱ落とされてしまうというか、そのあたりがすごいね。なんか考えさせられるドキュメンタリーになってるので、ぜひ見てほしい。この実話に基づく海外ドラマを作ってほしいね。2020年私の中ではコメディーブームも来ていました。コメディドラマはちょっと4つ注目しました。ビッグバンセオリー、モダンファミリー、ママと恋に落ちるまで、シッツクリーク、この4作品がかなり熱かったかなと思います。ビッグバンセオリーはファイナルを迎えました。このマイツタヤの中でもこのビッグバンセオリーっていうのは本当に宝物みたいな感じの作品で、私の海外ドラマランキングで言ったら殿堂入りに当たるのがビッグバンセオリーです。シーズン13だから13年間本当にありがとうって感じ。こちらは本当初心者の方にもおすすめしたいし、海外ドラマの中でもう名作傑作ですね。気軽に見れる1話20分ドラマになってるのでね、こう隙間時間に見ていただきたいです。続きましてモダンファミリー、モダンファミリーに関しては、DVD リリースされてないので買えないし、レンタルもできないし、 CS チャンネル FOX スポーツで、放送されていて、その前に、Hulu でも少しだけ配信されてたんだけど、すぐ終わっちゃったの、見れなくなってしまった。
まって、でその後 U-NEXT、 それこそ私モダンファミリー見たさに U-NEXT に入ったんだけど、 U-NEXT で見れるようになったらラッキーと思ったら、今年なんと Netflix が配信してくれました。 Netflix が権利を持ったのはかなり私の中で大きかったです。モダンファミリーに関しては毎日見てます。これはさ、笑わない人いるのっていうぐらい、演者もすごい、キャストもすごいけど脚本がすごいなって思う。しっかりとしたオチがあって、コメディドラマでも特殊なタイプで、毎回話の中でカメラに向かってインタビューされてるみたいなシーンがあるんですよ。そう、なんかすごいね、作りが面白いで、本当にザ・アメリカのコメディなんだろうけど、日本人でも分かりやすい笑いになってるし、とにかくキャラクターみんな個性的で、みんなふざけててみんな面白い、なんかこう完璧な人はいないんだなって思わせてくれる作品になってます。モダンファミリーもね、1話20分ぐらいで見やすいので見てほしいです。そうそう、モダンファミリーも2020年にファイナル迎えたんですよ。シーズン11までで、モダンファミリーは300話ぐらいあります。アメリカドラマ界で最も稼ぐ俳優って言われてたのがビッグバンセオリーの主人公4人だったんですね。でその1人がペニー役のケイリー・クオコが、まあ、女性だと結構トップだったんだけど、多分モダンファミリーのグロリア、多分ソフィア・ベルガラと結構出演料競ってたと思う。ビッグバンセオリーのキャスト1話20分ドラマに1回出演しただけで1億ぐらいもらってて、ソフィア・ベルガラは映画とかも出てたりとかしてて、結構競ってたと思う。そう、でも本当にこのモダンファミリーとビッグバンセオリーはアメリカで言うと本当に社会現象を巻き起こしているというか、知らない人はいないぐらいの本当に名作で、まあ、ちょっと前だったらフレンズとかフルハウスが人気だったと思うんだけど、今だったらビッグバンセオリー、モダンファミリーを私は推します。Netflix がもう一作品激アツなのを配信してくれました。ママと恋に落ちるまで、 How I Met Your Mother ですね。モダンファミリーよりもさらに日本で見るのが難しくて、うちにもインポート版の DVD があるんですけれども、まあ、シーズン1しかなくて、まあ、途中で見れなくなったら嫌だなって思ってたので見なかったんですけれども、たまにこうアメリカ人の方に会う時に、まあ、海外ドラマ私大好きなんですよみたいな、 I love American TV show っていつも言うんですけど、その時に絶対出てくるのが、あ、How I Met Your Mother が大好きって 98% くらいの人が言うの。それで、あ、アメリカの人はめっちゃ好きじゃんと思って、それからすごい私も見たかったんだけど、本当に日本で見れるタイミングがほぼほぼなくて、もう諦めてた作品なんだけど、 Netflix が配信してくれて、うわー、いいとこ持ってきたと思って、それで見ています。アメリカで、2005年から2014年まで配信されてたシットコムのコメディシリーズ、シーズン9で全208話ということで、独身男性が素敵な奥さんに出会うまでの、まあ、話がバーってあるんだけども、まあ、私も独身なのですごい共感する部分とかもあったりするし、さまざまなこう恋愛模様が描かれてたりするんですけれども、シットコムシリーズだったら、あのフレンズ名作ですね。フレンズが好きな人は好きだと思います。あの男さん女さんみたいな感じの、まあ、アラサー恋愛物語みたいな感じの作品です。ママ恋がさ、ちょっと共感した部分があるんですけど、男なんて星の数いるじゃんみたいな感じに言われたりしますよね。主人公の独身男性が結婚相談所に行って、こうマッチさせるために削っていくんだよ。ニューヨークには何百万人いるじゃん、結婚しないのが何人じゃん、あなたのそのアラサーに会うのは何人じゃんみたいな感じで絞られた結果、7人ですみたいな。ニューヨークでマッチする人が7人しかいないみたいなコメディで描かれてるんだけど、そうそう、でそれでまあ結婚相談所を飛び出していくみたいな感じの、まあ、エピソードが最初の方にあるんだけど、 それがすごいなんか面白くて、婚活頑張ってる皆さんはこのママと恋に落ちるまでおすすめです。シッツクリーク、こちら2020年に注目されたコメディシリーズです。第72回エミー賞が2020年オンラインの開催だったんだよね。その時のコメディ部門の各賞を総なめにしたのがこのシッツクリークです。それ知ってから見始めたんだけど、コメディ部門全ての賞を受賞するっていう、すごくない？カナダドラマ。2015年から放送が開始されて、2020年にファイナルシーズンとなるシーズン6で終わりということで、あのコロナによってさ、生活が一変してしまった人たちも結構いると思うんですけど、この作品が大富豪のセレブ一家が破産してしまって田舎のモーテルで暮らすことになってしまうっていう、こう一文なしになってしまうっていう、そんな作品なんですよ。裕福だった家庭がさ、全部なくなってしまって、そう、汚いモーテルで生活することになっちゃったりして、子供たちとかは働いたことがないけど働かなきゃいけなくなっちゃったりとか、今現在のそういうちょっと生活が変わってしまった人とかには
結構勇気を与えてくれる作品だと思います。なんかすごいこのセレブ一家が生活がこうなったけどポジティブなんだよね。ポップにこう新しい生活を楽しんでいるというか、ちょっと落ち込んでしまった日とかに見るとすごい元気もらえるから、あの夜寝る前とかに見るのもおすすめです。パワーもらえます。また異色なコメディシリーズが仲間入りしたなって感じです。動画配信サービスのおかげで世界中のドラマが見れるようになったよね。まあダークがドイツだったり、ペーパーハウスがスペインだったりとか、ウェントワース女子刑務所がオーストラリアだもんね。数年前だったら海外ドラマイコールアメリカとイギリスで、たまにフランスとかデンマーク、カナダとかだったんだけど、本当にいろんなドラマが見れるようになったなと思います。ペーパーハウスは数年前に1回見て一瞬止まっちゃったの。今年見直してハマったね。ハロウィンの仮装はあの赤いつなぎ着たかったんだけど、そんなこともできず終わっちゃった感じなんだけどね。ペーパーハウスはシーズン5でファイナルを迎えるそうです。強盗集団のストーリーです。でこのね作品もシーズン3からネットフリックスが作ってるんだよね。ペーパーハウスの制作の裏側の話があるんですよ。ネットフリックスに配信されてるのでそれすごいおすすめします。あのある程度作品見たらそれ見ると、本当は終わるはずだった作品がまあネットフリックスのおかげでドンとなったっていう。ネットフリックスで扱ったドラマはあとはハリウッドとデッド・ウィー・ミー・さよならの裏にかな。うん、ハリウッドは第二次世界大戦後のハリウッドで成功を追い求める俳優や映画制作者たちの姿を描く。はい、こちらシーズン1が全7話、結構まあ短くギュッと見れる作品ですね。昔のそのハリウッドで活躍したい人たちはまあ夢のためにはもう何でもかんでもやってやるぜみたいな、そんな作品です。あ、そう、ハリウッドで一番記憶に残ってるのがオープニングのシーンがあるんだけど、これがね感動した。その夢と希望を求めている、どうにか頂点に上り詰めるんだみたいなオープニングなんですけど、これがねすごいの。グリーとかアメリカンホラーストーリーを手掛けているライアン・マーフィー監督の作品なんですね。そうだからやっぱ映像の作り方がかっこいいで、さらにキャスティング、海外ドラマで活躍しているかなり人気な人たちが集まってて見応えがいろいろあります。なんかデッド・ウィー・ミー・さよならの裏に今年配信されたのがシーズン2で、シーズン3まで制作してこちらがファイナルになるということです。夫を亡くしてしまった未亡人がセラピーで、まあ、ある女性と出会ってそこで友情が築かれるんだけど、それと同時に、まあ、いろんなちょっとした事件があって、その事件が少しずつ明らかになっていくみたいな感じで、人生生きてて知らなくてもいいことは知らない方が幸せだなっていうメッセージがある作品です。うん、これね私シーズン1ハマってシーズン2も楽しみにしてて、世界観が独特なんだよね。私がすごい好きなデスパレートな妻たち、このあたりが好きな人はかなりハマると思います。結構これは女性がハマるかもしれません。男性のちょっとした裏を暴いていく感じなんで、これ私シーズン3もすごい楽しみにしてます。今年配信されたらいいなと思ってね、もう配信されたら即見ると思います。 Hulu だとウォーキングデッド、あれはどこに行くのでしょうか。もうどちらに向かってるかが分からなくなってきたんだけど、まあ、ウォーキングデッドも一応見るね。やっぱり続きは気になるのでこれからも見続けたいと思います。今最新話までは見ました。切ない感じでちょっと泣けちゃった作品がハンドメイズテイル、これをね見て泣いたね。心が弱い時には見ちゃいけない作品かな。子供が産めなくなってしまった世界が描かれてて、その中でも子供が産める人たちがすごい貴重になってきた代わりに、子供を産むための、まあ、奴隷みたいな感じで扱われてしまって、そんな世界から脱出して人権をね得ようというそんな作品になってます。子供が産める人は奴隷みたいな感じの扱いをされてしまうんだけど、逆に子供が産めない、まあ、女性、それはそれで、まあ、残酷というか、そのねなんか自然と涙が溢れてきちゃう作品ですね。ただ本当に重い、テーマも重いけど描き方も重くて、結構苦しい感じがします。まだ続くのよ、シーズン4を楽しみに生きてます。ウェントワース女子刑務所も Hulu ですね。シーズン8がファイナルで今年の2月に配信予定ということです。一応シーズン7までババッと見ました。これも面白いね。刑務所ドラマってかなりダークな描写が多いんですけど、このねオーストラリアだからか結構スンって見れる。こう女性同士の喧嘩とかって結構きついなってなっちゃうんだけど、ウェントワース女子刑務所は愛があるのよ。
そうだからすごい好きです。シーズン8が楽しみです。で、Hulu で言うと2020年の、ニュースとしては、警察官殺人鬼デクスターの配信がされたのと、あと L の世界の配信が開始されたことですね。この2つは大きいよ。海外ドラマの中では名作です。私の好きな海外ドラマランキングベスト10に入れたいね、2作品ともっていうぐらい本当にお気に入り。うちのマイツタヤリーもあるんですけども、この一番高いやつ、はい、これがデクスター警察官殺人鬼。デクスターに関しては復活します。はい、ということでこれはものすごい楽しみです。もともとずっとデクスター警察官殺人鬼がナンバーワンドラマでした。私にとって復活しないかなーって願ってた作品だったので、すっごい嬉しいです。動画配信サービスで配信している情報があんまりなかったので、今回 Hulu で配信されるということなので、ぜひ見ていただきたい作品です。すごい面白いです。全体的に、ね、ドヨーンとしてるんだけど、この主人公のサイコパス殺人鬼の心の声がね、こうナレーションで入るんだけどね、それがね何とも言えないのよ。で、実は私、このデクスターのちょっと吹き替えの声優さんからちらっと情報を仕入れてしまって、そうなかなか面白い感じになるのかなと思います。そして、L の世界に関しては今レズビアンの恋愛ドラマなんですけど、その女同士の嫉妬とかがすごい面白いからぜひ見てほしい。 L の世界ジェネレーション Q というのが新しいものですね。これは続編になるのかな。オリジナルのキャストも何人か出てるということです。シーズン1が8話ありますね。見たい。いや、このオリジナルキャスト出るっていうの嬉しいよね。シェーンっていうさ、かっこいい女性がいるんですけど、恋しちゃう。本当にかっこよすぎて、ちょっとこれ私今年楽しみに見たいと思います。フィリシー・リッチも Hulu で配信されていて、大富豪が亡くなってしまって、それで後からこう隠し子がポンポンポンって現れて、その遺産相続バトルですね。これも結構面白いです。まだ私ちょっと数話しか見てないんですけど、引き続き見たいと思います。悲しいお話としては、私がすごいハマった Amazon プライムのビカミングアゴッドっていうマルチ商法のお話があったんですよ。旦那さんがマルチ商法にハマって、で結構気の強い奥さんがそのマルチ商法をぶっ潰しに行くっていう作品だったんだけど、こちらがなんとシーズン1で打ち切りになってしまいました。悲しい。キルスティン・ダンスと主演の作品だったんだけど、めちゃくちゃ面白かったんだけどね。ショックですね。この海外ドラマって打ち切りっていうのも結構あるんで、それはしょうがないんですけれども、私個人的には続いてほしかったんだけどね、残念ながら打ち切られてしまいました。はい、なので、Amazon プライムでおすすめとするならば、ボーイズ、ザ・ボーイズかな。Hulu でザ・ビジネスっていう作品があるんです。ザ・ビジネス、コールガールのマーケティング戦略っていう作品なんですけど、内容は面白かったんだけど、オープニングがめちゃくちゃ長いの。こんな長いっていうぐらい長くて、そう、ちょっとウケた。長すぎて。海外ドラマの作品ってさ、ほんとそれぞれじゃないですか、オープニングの長さ、ね、例えばウォーキングデッドとかさ、ちょっと長めでもちょっとゾクゾクするし、あとゲームオブスローンズも長いけど、あの歌いいじゃん、チャーラーラララーラーララドゥン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 、あのその何、毎回ちょっと違う感じみたいな、いろいろ変化していく感じとかあるじゃん。あれはいいんだけど、このザ・ビジネスはなんかって思うぐらい長くて、ちょっとびっくりした。オープニングがマジで長いっていう印象です、ね、そう考えるとさ、ロストとかさ短くていいよね。なんかズーンみたいな、あのロゴだけみたいな、そのオープニングもね、海外ドラマの楽しみの一つかもしれません。はい、そんな感じでした。おすすめの作品としては、個人的にはネットフリックスのコブラ会です。ダン、コブラ会に関しては、海外ドラマの本当にいいとこ取りっていう感じの面白さが詰まってるので、どんな世代の方でも楽しめると思います。あとパッと見こうちょっと女性はあんまり選ばなさそうなジャケットっていうのかな、感じで、私もだからその食わず嫌いみたいな感じがあったんですけど、女性も見てほしい。キュンキュンする、あのイケメンにキュンキュンすると思います。今年2021年にコブラ会のシーズン3最新のものが今配信されているので、ぜひこちらご覧いただきたいです。ネットフリックスのクイーンズギャンビット、これが少し気になってます。1950年代の児童養護施設で人並み外れたチェスの才能を開花させた少女は、依存症に苦しみながら想像もしていなかった華やかなスターへの道を歩いていくという、これがねすごい気になっているので、
まあ、近々見たいなと思っています。長く続くロングヒットドラマですけど、グレイズアナトミー、Netflix ではシーズン15まで今配信されてるらしいんですが、こちらは私多分12ぐらいで終わってるのよ。引き続き楽しみたいなと思ってますね。15ってすごくない？ゴシップガールのスピンオフ作品が制作されることが発表ということで、オリジナルのフィナーレから8年後が描かれているらしいです。ゴシップガールのリブート版、引き続き情報楽しみにしていたいと思います。あとブラックミラーの最新エピソードもちょっと期待してます。去年だっけ、2020年だっけ、シーズン5で3話あったやつ、ブラックミラーの続き見たいです。情報があったらまたお伝えしていきたいと思います。海外ドラマの話になるとめちゃくちゃ長くなりますね。ということで、今年2021年も海外ドラマを楽しみたいと思います。今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。おすすめの海外ドラマ作品があったらぜひコメント欄に書いてください。それではまた。